吉川英治は、日本の小説家。本名、吉川英治。現在の神奈川県横浜市中区出身。様々な職に就いた後作家活動に入り、ナルト市長などで、人気作家となる。1935年より連載が始まった、宮本武蔵は、多くの読者を獲得し、大衆小説の代表的な作品となった。戦後は、新。 平家物語、私本体兵器などの大作を執筆。幅広い読者層に親しまれ、国民文学作家と呼ばれた。宝塚市畜佐の地名の名付け親。1892年8月11日、神奈川県倉木郡中村根岸氏に、旧小田原藩市、吉川直弘、幾の次男として生まれた。自筆年譜によると出生地は、中村根岸氏となっている。 父、直弘は、県庁勤務の後小田原に戻り、箱根山麓で、牧畜業を営みさらに横浜へ移って、牧場を開く。行くとは再婚で、戦災との間に、兄正弘がいた。栄治が生まれた当時、直弘は、牧場経営に失敗し、寺小屋のような塾を開いていた。その後、貿易の仲買人のようなことをはじめ、高瀬李三郎に見出されて、 横浜三橋合護司会社を設立。一時期安定するが、直弘が高瀬と対立し、裁判を起こし敗訴すると刑務所に入れられ、出所後は生活が荒れ、家運が急激に衰えていく。山内神城高等小学校に入学。当時騎手の馬屋に近く、将来は騎手になることを考えていた。また10歳の頃から雑誌に投稿をするようになり、 自事信奉者の少年誌に作文が入選した。カウンが衰えたのはこの頃で、イボ兄と父との確執もあり、小学校を中退。いくつもの職業を転々としつつ、独学した。18歳の時、年齢を偽って、横浜ドックの宣具校になったが、ドックで作業中船底に墜落、重傷を負う。 東京マイユー新聞社記者時代1921年の1923年1910年に上京、造顔職人の下で働く。浅草に住み、この時の街並みが江戸の街を描くにあたって非常に印象に残ったという。またこの頃から川柳を作り始め、井上喧嘩坊の紹介で大正川柳に参加する。1914年。 江ノ島物語が、講談クラブ死に3等当選するが、生活は向上しなかった。後に結婚する赤沢康を頼って、大連へ行き、貧困からの脱出を目指したが変わらず、この間に書いた小説3編が講談社の検証小説に入選。1921年に、母が没すると、翌年より、東京前有新聞社に入り、 次第に文才を認められ、新蘭機などを執筆する。新州天馬キャン執筆の頃、下落合の家にて1925年、関東大震災により、東京米郵新聞社が解散すると、作品を講談社に送り様々な筆名で発表し、天馬キャン菩薩を面白クラブ氏に連載、作家として一本立ちする。1925年より創刊された、 キング氏に連載し、初めて、吉川英治の筆名を使った、県南所難で人気を得た。この時本名の、吉川英治で書くように求められたが、作品が掲載される際に出版社がなお英治と、誤植してしまったのを本人が気に入り、以後これを、ペンネームとするようになった。キング氏は、講談者が社運をかけた雑誌だが、新鋭作家、 吉川英治はまさに期待の星であり、バンド教人、神、島天馬キャンの二長編を発表し、多大な読者を獲得した。執筆の依頼は増え、毎日新聞からも要請を受け、阿波の八須賀刺激の実況を背景とした傑作、ナルトヒチを完成させた。これを収録した、現代大衆文学全集もよく売れ、また作品も多く映画化された。 こうして、巨額な印税が入ったが、貧しい時から寄り添っていた妻康は、この急激な変化についていけず、次第にヒステリーになっていく。これを危惧し、印税を新居に投じ、さらに王女をもらい家庭の安定を図った。この後、万花地獄、花車といった、電気性あふれる小説や、日山兄弟、松野野ろ郎八などの新ものを書く。 しかし妻のヒステリーに耐えかね、1930年の春に半年ほど家出し、この間、カンカン虫は、歌譜などが生まれた。この頃からハットリ思想と交友を結ぶ。1933年、全州の公表を受け、大衆文学の研究史、衆文を創刊、一年続き、純文学に対抗する。 松本学の唱える文芸懇談会の設立にも関わり、また青年運動を開始し、白鳥正吾、倉田百三らと東北の農村を回り、公演を開いた。1935年、新蘭を発表。同年の8月23日から、宮本武蔵の連載を始め、これが新聞小説史上かつてない人気を得。 4年後の1939年7月21日まで続いた。健全一行を目指す求道者、宮本武蔵を描いた。この作品は太平洋戦争下の人心に抗応し、大衆小説の代表作となる。英治夫妻1937年1937年、安と離婚、池戸風美子と再婚する。1939年2月より、 新書大公記を連載。7月の宮本武蔵完結後、8月より三国志を連載。個人を追求したものから、2作品は人間全体を動かす力を描こうとしているのが伺える。宮本武蔵終了後も、朝日新聞からは連載の依頼が続き、源の頼朝、梅里先生行上記など歴史に名を残す人物を描いた作品を発表した。 1942年、海軍軍令部の直任待遇の嘱託となり、海軍の戦士編纂に携わっていた。山口多門、各留男の戦士を受けて、提徳とその部下を朝日新聞に執筆し、安田義達の戦士後は、安田陸戦隊司令を毎日新聞勇館に連載している。またこの年には、日本文学法国会理事に就任した。 吉川英治1939年夏敗戦後は、その衝撃から筆を取ることができなくなってしまった。親友の菊池博士の求めでようやく書き始め、高山右近、大岡越前で、本格的に復活する。ただし、この頃、宮本武蔵の判件をめぐって講談社と六協出版との間で騒動が起きた。1949年4月11日、 東京財務局が発表した所得番付では作家の中では最高額の250万円を記録している。1950年より破れた平家と日本を重ねた新平家物語の連載を開始する。連載7年に及ぶ大作でこの作品で第1回菊池博師賞を受賞。また、 文芸春秋からの強い要望で、1955年より、自助伝忘れ、残りの木を連載。なおこの頃身を隠していた、辻正信に会い、逃亡資金を渡している。新、平家物語終了後は、私本体兵器、新、水古伝を連載する。私本体兵器は、従来逆賊と言われてきた、足利高氏の味方を改めて描く。 1960年文化勲章受賞しかし、通俗作家とみなされ、芸術院には入れられなかった。私本体兵器の連載終了間際に肺がんにかかり、翌年夏に悪性腫瘍が転移し悪化。1962年9月7日、肺がんのため築地の国立がん研究センター中央病院で死去。去年70歳。法名は、 数分院電車区陣営大5次。増樹三位、増君一等随法省。疎開先だった東京都梅市に、1977年に開設された、吉川栄治記念館がある。なお、東京都港区赤坂にあった旧吉川亭は、講談社の所有となり泊まり込みでの執筆や、座談、打ち合わせに使用された。多摩霊園にある、 吉川英治の墓著作の情報は尾崎、小崎長井を参照。長男英明を抱く文子と、次男英法を抱く英治吉川家は、江戸時代、小田原藩の下級武士であり祖父、銀兵衛は勝並五国二人淵で、根深川番所に勤めた。もともとは、吉川と呼んだと、吉川英治は語っている。銀江門銀江門、銀江門、雄介銀兵衛直弘英治英明。 国英母、木の明けぼのび、かえ、かや子、そじょその子、わま、きく、しよ、すえ、すむ。1956年までは競争馬の馬種としても有名だった。馬種となったのは1939年で、親友で、やはり馬種だった、菊池博士に勧められて、馬種となったものであるが、特に戦後には、 数々の有力場を所有していたことで名高い。中でもケゴンは1955年の第15回札起賞を優勝している。他にもケゴンの前姉でスプリングステークスなど重賞5勝の貧馬チエリオなどがいる。しかし1956年の第23回東京優秀で出走した相場園名が1コーナーで発生した混乱に巻き込まれて、 落馬、転倒する事故が起き、延命は、脚部骨折のために、予後不良と診断され殺処分となり、暗状だった、安倍翔太郎騎手も、騎手生命を絶たれる品種の重傷を負った。当日の吉川は、仕事のために、大阪におり、競馬場で直接事故を目撃したわけではなく、事故に対して、もちろん吉川は、一切火がなかったのだが、この一件で、 大きなショックを受け、ほどなく競馬の世界から、すっぱりと手を引いてしまい、二度と戻ることはなかった。その後の吉川は、当時は体調が優れなかったこともあり、医師の勧めでゴルフを始め、これが競馬に変わる晩年の趣味となったという。ありがとうございます。